お疲れ様ですあの相続税にもうちょっと大きな負担をかけた方がいいんじゃないか税率を上げた方がいいんじゃないかっていうまあそんな声が聞こえてくるんですよね。まあ日本の相続税の最高税率は世界一高い55%なんですよね。まあ、つまり稼ぎまくって財産を子供に引き継ごうと思っても半分以上は持ってかれちゃうってことになります。しかしかかここれはうーんんまあそなななに悪いいととじゃないかなと思うんですけどもね 例えばね相続税は私はね100%に近くてもいいと思うんですよただし相続する財産のうち例えばね3億円は無条件で残ししてあげましょうとそれ以外は相続税を90%や100%かけますよみたいな形だったらどうかってことなんですよ。え例えばねハンデのある自分の子供がいたとしてその子供のために資産を残してあげたい財産を残してあげたいっていう親心っていうのはやっぱあるわけなんですよね。 まあそうなった時でも3億円とかもっと言ったら5億円ぐらいあったらもう十分じゃないかなって時に100億とか200億みたいなね莫大な資産を相続しなくてもいいのかなとは思うんですよプラスアルファ子供にハンデがある場合はそれはそれでねやっぱりベッド考えた方がいいと思うんですよ特例でただ自分の財産を相続することによって次もねもう不動の金持ちだとか特に二世三世国会議員なんているじゃないですかああなっちゃうと権力が固定化されちゃうんですよね うんそういう風になるのを避けるべきなんじゃないかなと思います。まあ、相続税に関しましては私もねあのそんなに残るほどは私自身残せないと思うんでそれよりも知恵とか仕組みとか工夫とかそれから人ですよね、うん。自分が過ぎ去った後も自分の子供が親の人間関係を引き継げるようなそんな準備をすればいいのかなと思うんですけどね。まあ、今回は竹中平蔵さんの YouTube 竹中 映像の平チャンネルから相続税についてね、お話ししてるのを聞いて、私だったらこういうふうに考えるかなってことを、ちょっとね、えー、ざっくりとお話ししてみましたけど、皆さんどれにお感じになったでしょうか。それでは、お疲れ様です。